書くのが楽になる。レイヤーの豆知識9000の巻。皆さんこんにちは、ゆきのこです。女子のゆきんしです。今回の動画は、裏技とかアイデアはないのですが、ベテランも意外と知らない基本操作、レイヤー周りの豆知識9000を紹介していきます。動画の内容は、前半が今回のメイン、レイヤー操作関連の豆知識。後半はおまけの、色調補正レイヤーの解説です。それでは早速レイヤー周りの豆知識をご紹介していきます。まずはこちらのレイヤーパレットをご覧ください。うわぁ、高レイヤーがたくさんあると、スクロールしたりバーを動かしたりしなきゃいけなくて面倒くさいよー。それなんだけど、これ実は、スペースキーを押すと出てくる、手のひらツールでこんな感じに動かせます。なんでしょー。この方法だと、こっちの細いバーの方じゃなくて、こっちの広い方を掴むだけで良いから、手を精密に動かさなくて済むので、手の負担が小さくてすごく楽になるよ。ペンをマウスに持ち替えなくてもいいのも良いね。画面上のレイヤーがどこにあるのか探したいときは、コントロールとシフトを一緒に押すと出てくる、レイヤー選択ツールで見つけたい部分を書こうと、こんな風にレイヤーパレットですぐ見つけることができます。これならいちいちレイヤーパレットを触らなくて良いから楽できるね。こんな感じにゴミを探すときにも使えて便利です。次に、一つのレイヤーやフォルダだけを表示させたいとき、レイヤーの目のマークを、オルトを押しながらクリックすると、このようにそのレイヤーだけを表示することができます。おお、そのレイヤーに何が書かれているか、確かめるのに便利だね。戻すときは、また同じように目のマークをオルトクリックします。表示に関するツールの切り替えは他にも便利なのがあって、スペースだけを押すと手のひらで画面をつかめるようになって、スペースと一緒に、シフトを押しながらドラッグだとズームができて、スペースと一緒に、コントロールを押しながらドラッグすると、画面を回転できます。画面を動かすのに手や視点を動かさなくて良いから、書く以外の煩わしい作業が楽になるね。他にもこれと合わせて、ショートカットに、表示メニューの、回転、反転の、リセットや、左右反転も登録しておくと便利です。レイヤーパレットについての補足なんだけど、今見てる画面がフル HD のモニターの画面。こちらがダブル QHD のモニターの画面。おお、解像度が大きいモニターの方が、レイヤーパレットも長くなるから、見やすいし動かす回数も少なくて済むね。もし余裕があったら、ダブル QHD や 4K のモニターや液タブをおすすめしておきます。次は、レイヤーから選択範囲を作る方法をご紹介します。例えばこんな風にレイヤーが分かれていて、赤いレイヤーの部分だけ選択したいとき、コントロールを押しながら、レイヤーのサムネイルをクリックすると、そのレイヤーに書かれている部分だけを選択することができます。おお。さらにコントロールとシフトを押しながら、別のレイヤーのサムネイルをクリックすると、元のレイヤーの選択範囲に、別のレイヤーの選択範囲を加えることができます。おお。つまり、赤、出す、黒って、これになったわけね。そういうことです。コントロールシフトサムネイルクリックは、選択範囲の足し算と覚えましょう。また、コントロールとオルトを押しながら、別のレイヤーのサムネイルをクリックすると、元のレイヤーの選択範囲から別のレイヤーの選択範囲を消すことができます。おお、つまり、元の選択範囲、引く、紫って、これ、になったわけね。そういうことです。コントロールオルトサムネイルクリックは、選択範囲の引き算と覚えましょう。最後にもう一つ。コントロールとシフトとオルトを押しながら、レイヤーのサムネイルをクリックすると、元の選択範囲と、そのレイヤーと共有する部分が選択されます。また別のレイヤーを同じようにコントロールシフトオルトクリックすると、さらに共有部分だけを選択することができます。うわー、便利そうだけどパズルみたいで混乱してきたよー。これはこんな感じのクッキーの型抜きみたいな感じで、元の選択範囲から、クリックしたレイヤーの形に切り抜く機能なのです。おー、なるほど。クリックしたレイヤー以外の選択範囲を消してくれるわけね。そういうことです。これらのレイヤーから選択範囲を作る方法たちは、トーン貼ったり、マスクを作ったりするときに時短になるので、要所要所で使ってみてください。ちなみにベタ塗りレイヤーとかグラデーションレイヤーの選択をするときは、レイヤーじゃなくて、レイヤーマスクのサムネイルをクリックなので注意です。また、ベタ塗りレイヤーと一二色のグラデーションレイヤーの色は、
レイヤーを選択しながらオブジェクトツールでカラースライダーをいじると変更できるので、これも覚えておきましょう。このレイヤーマスクなんだけど、例えばこの黄色のベタ塗りレイヤーと同じ範囲に上の表柄をマスクしたいとき、このマスクをオルトを押しながら他のレイヤーにドラッグ&ドロップすると、このように同じマスクをコピーすることができます。これなら何回も選択範囲作ったりしなくて良いから楽だね。レイヤーが近くにあるならクリッピングするとか、同じフォルダーに入れてフォルダにマスクでもいいんだけどね。ちなみにマスクだけじゃなくて定規もオルトドラッグで同じようにコピーできるし、フォルダーに定規をつけたらフォルダー内全部に定規が適用されるようになるよ。ほへー。次はレイヤーの境界効果の縁についてです。漫画や線画、オノマトペでの使い方は以前の動画で説明したので、そちらを見ていただくとして、今回はイラストでの使い方の一例を紹介します。こういう感じでフォルダーに入ったイラストに縁をつけると、外形線がくっきりして見やすくできます。イラストのフォルダを、もう一回フォルダに入れて、フォルダに縁をつけると、縁を二重にできます。さらにもう一回フォルダーに入れて、今度は色付きの縁で三重にしてみました。おー、ポップな感じになったね。こんな風にキャラが背景に埋没していると感じた時に、ちょっとだけ黒い縁でくっきりさせたり、白縁ではっきりさせたりすると、お手軽に良い感じになるので、ぜひ試してみてください。以上、今回のメイン、レイヤー周りの基本についてでした。ここからはおまけ、最後の仕上げに使える楽しい作用。色調補正レイヤーについてです。色調補正レイヤーは、レイヤーメニューの新規色調補正レイヤーから作ることができます。まずは、カラーバランスを作ってみましょう。出てきたウィンドウのスライダーをいじると、こんな風に絵の色味を変えることができます。カラーバランスのスライダーは、このように CMY、RGB で分かれていて、それぞれ寒色と暖色どちらに寄せるかを選ぶことができます。また、シャドウ、中間色、ハイライト、それぞれの明るさで別々にカラーバランスを変えることができます。よく使われるのは、シャドウを寒色よりに、ハイライトを暖色よりにする調整です。ほへー。では、まずはシャドウから試してみましょう。レッドに寄せるとこんな感じ。シアンに寄せるとこんな感じ。マゼンタに寄せるとこんな感じ。グリーンに寄せるとこんな感じ。イエローに寄せるとこんな感じ。ブルーに寄せるとこんな感じ。おー、色相サイドメイドの色調補正と違って、狙った色味を追加する感じだから調整しやすそうだね。今回は全体的にピンクがかった感じにしたいので、シャドウのマゼンタを強めにしました。次は中間色です。ハイライトをイエローよりにしたいので、それを強調するために、補色のブルーを強くしました。最後にハイライトです。すべて暖色よりにして、レッドとイエローを少し強めにして、肌色を強調しました。おー、くすんでた色が鮮やかになって、全体的に可愛い色合いになったね。色調補正をもう一度やり直したいときは、レイヤーパレットの色調補正レイヤーのサムネイルをダブルクリックすると、またウィンドウが出てきて、再編集することができます。おー、これなら何回でもやり直せるね。次は、色相サイドメイドで色相を変えてみましょう。うわぁ、肌の色も変わっちゃって、これじゃあ使い物にならないよー。そこで、肌のレイヤーを選択して、肌レイヤーの選択範囲から、服などのパーツを、コントロールオルトサムネイルクリックで引き算していって、このような、肌が見えている部分だけの選択範囲を作って、色調補正レイヤーをマスクしてみたのがこちら。肌はそのままに他のパーツだけ、色相を変えられるようになったよ。このように、色調補正レイヤーはマスクをすることで、部分的に使うことができるので、こんな感じで、褐色肌の差分も、色調補正レイヤー1枚で一瞬で作ることができます。うわぁ、これは差分制作がはかどってしまうやつだー。色調補正レイヤーは、背景の微調整にも便利です。例えばこんな感じに近景、中景、遠景で選択範囲を分けておいて、空気遠近法っぽく遠景の彩度を下げて明度を上げたり、カラーバランスで寒色よりにしたり、
トーンカーブで、中景のコントラストを下げたり、レッド成分を減らして、寒色寄りにしたり、いろんなポイントから調整することができます。おお、これは最後の仕上げに便利そうだね。以上、レイヤー周りの豆知識9選でした。今回はなんだか基本操作だけっていうか、地味な技ばっかりだったね。確かにあんまり生えないのばっかりだったと思うけど、こういう角以外の部分で完成させる速さが違ってくるから、少しずつで良いので、使ってみて覚えていってください。あと、豆知識の、10個目としてベクターレイヤーの豆知識もあげたいんだけど、それは今までの動画で何度もやっているので、そちらをご覧になってください。ベクターのセンサーの便利技や、縁のベクター化などを紹介しているよ。また、レイヤーの表現色の違いを活かした、テクスチャの編集方法を、ぼかしフィルターの使い方の動画で解説しているので、そちらもよかったらご覧ください。おまけに、今回ちらほら出てきた猫耳ガールのイラストの制作過程のタイムラプスをアップしておきました。解説はないので参考にはならないかも。レイヤー周りの豆知識9選、いかがだったでしょうか？ちなみに今回の動画は今までで一番編集に時間がかかっています。なんか丸1ヶ月くらいかけてたよね。それぐらい重要な内容だったのです。この動画は地味だから伸びないと思うけど、ここまで見てくれた皆さんだけでも、ぜひ覚えて実践してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。